マヌエルでポルトガルは、ポルトガルのアビジュ王家の子孫、マヌエル一世王の彦にあたる、ポルトガル王位請求者、ドン・アントニオの諸子で、その後継者として、ポルトガル公を称した。ベージャコ・ルイス王子の諸子である、クラート修道院長ドン・アントニオと、内縁関係にあったアンナ・バルボーザの間の、非着室師として生まれた。アントニオは、聖職者だったために独身を通した。 アントニオが1580年のポルトガル王位継承問題において即位宣言を行った際、マヌエルはその王位継承者とされてポルトガル皇と呼ばれた。しかしフ氏はスペインをフェリペ2世の軍隊に敗退し、フランスやイングランドで亡命生活を送った。1595年に父が死ぬとマヌエルが亡命王家の当主となった。1597年11月7日に、 デンハーグにおいて、オランダ総督、オラニエコウウィレム一世の娘エミリアと結婚した。マヌエルがカトリック神徒だったのに対し、エミリアの実家は、欧州で最も熱心なカルバンハシントンの諸公家の一つであった。オラニエナッサウケは、この結婚に猛反対したが、婚約を解消させることはできず、二人はカトリックの司祭が主催した秘密結婚式を取り行った。マヌエルは、 オラニエ・ナッサウケに睨まれて、ベーゼルに逃亡し、エミリアは当初は家族に軟禁されたものの、脱走して12月には夫に合流した。こうした事情から、夫妻の結婚生活は当初、常に困窮していた。1608年、エミリアのイボアに、フィリップス・ウィレムの仲介により、マヌエル夫婦は、オランダ総督マウリッツと、形式的に和解し、オラニエ・ナッサウケは、 夫婦とその子供たちに年金と館を与えた。しかしマヌエルは、マウリッツの総督宮廷では、カトリック信仰を理由にレーグルされた。やがてマヌエルは、オランダ独立戦争でオランダと戦うスペイン領、ネーデルラントの総督宮廷と秘密裏に手を結び、総督宮廷の女主人、イサベル・クララ・エウヘニア王女とその夫・アルブレヒト、大公から、オラニエ家を拡築した赤月には、 オランダの一部を文法領として与えると約束された。1625年にマウリッツが死去するとイボテイでマヌエルを嫌うフレデリック・ヘンドリックが総督職を継いだ。マヌエルはこれを機にハーグを去りイサベル王女の支配するブルッセル宮廷に移った。妻エミリアは自分の父親がイサベル王女の父フェリペ2世の資格に暗殺されたと信じていたため、 親のあだの飛護を受けることを拒否して、夫と決別し、娘たちを連れて、ジュネーブに移住した。エミリアが1629年に死ぬと、マヌエルは、翌1630年4月3日に、ブルッセルの宮廷教会において、イサベル王女の助官だったスペイン貴族の娘ルイサ、オソようと再婚した。マヌエルとその後歳は、ブルッセル宮廷で非常に抗議された。マヌエルの娘たちは、次女、 マリア・ベルヒカの起こしたスキャンダルのために、王公家に嫁ぐ機会を失った。マリア・ベルヒカは、バーデン編教博家の講師と婚約したにもかかわらず、自分に仕えていたスイス人の傭兵隊長と駆け落ちしたのである。この事件は、もともと地位が不安定だった、マレルの娘たちの結婚の可能性を、ほぼ完全に潰してしまった。他の娘たちは一人を除き、 突起先のないまま独身を通した。最初の妻エミリアとの間に二男八女の、計十人の子女を設けた。五歳ルイサとの間に子供はない。ありがとうございます。